で、それではここからそのユークリッドの誤助法に関する定理を述べていきます。と、まあ、あの参考になるものとしてその定理 4.15 というのはあるんですけれども、定理 4.15 はですね、どちらかというとアルゴリズムの定式性とその出力に関することをだけ述べていますので、一応そのユークリッドの誤助法全体を述べる定理としてテキストにはない独自の資料ですけれども、EA という名前の定理にしておきます。ディユークリデンアルゴリズムの EA ですね。で、その定理の中身なんですが、まず A と B を整数としまして、で A は B 以上、それから B は0以上の数とします。で、それからと、ラムダ、皮膚、0以上のラムダに対して、この R1 から R のラムダ、R のラムダ1と、それから Q1 から Q のラムダというのを次のように定めます。まず R0 は A、から R1 は B とします。で、R0 を R1 で割りまして、で、その小を Q1、で、上位を R2 とします。で、同様にですね、この R の i マイナス1を R の i で割ってですね、その時の小を Qi、それから乗与を R の i プラス1というふうに置いていきます。で、割り算を続けていくと、その、この R、整数間においてはこの乗与 Ri っていうのは単調に減少していくはずですので、そのどこかでこの R のi が0になるところが来ます。で、この R の i が0になったところのインデックスをですね、R のラムダプラス1イコール0というふうに置きます。で、この時、乗与は0ですので、R のラムダマイナス1が R のラムダかける Q のラムダに等しいということが成り立っているということになります。まあ、このような形で、この R の i ですとか Q の i を定義していきます。なお、B が0の時にはラムダが0となりまして、それから B が0でない時にラムダは正の値を取ることに注意してください。で、この時に以下の性質が成り立ちます。まず一つ目ですけれども、この R のラムダというのが A と B の GCD に等しくなります。で、次に二つ目の性質は、もし B が正であるならば、このラムダですね、この、R ラムダのインデックスラムダというのが、ログ5分のログ B プラス1という数で上から抑えられます。で、ここで、ファイというのは2分の1プラスルート5という実数でして、見たことが、見覚えのある人いるかもしれませんが、これは実は黄金比と呼ばれる数です。で、数値でいうと大体 1.62 前後の数をであるということに、が知られております。それからあと黄金比ですけれども、このファイに関してはこれは二次方程式ですね、ファイ2乗マイナスファイマイナス1イコール0を満たすということにも注意しておきます。ということで、このユークリッドの誤助法の定義としては2つの事実主張がありますので、まず押さえておきましょう。ではここからその証明について述べていきます。まず証明の A の方はですね、これは多分昨年度の代数入門でも出てきたと思いますが、テキストのですね、定理 4.15 に説明がありますので、まあ、そちらを参照してください。で、ここではその、B の方ですね、そのユークリッドの誤助法によるその乗与の列の長さに関する性質を示します。まず証明にあたっては、先ほど指摘しましたように、B が0のときはラムダも0ですので、B が正であるという仮定を置いておきます。そして、これの性質をですね、ラムダに関する機能法で示します。まず、ラムダが1に等しいときは、まあ、明らかなわけです。で、次に、ラムダを、まあ、1より大きいとしたときに、そうすると、この i が0からラムダマイナス1に対して、この不等式を示せば十分であることが分かります。
不等式どういうものかというと、R のラムダマイナス I がファイの I 乗以上であると。あ、こういう関係式を満たせば、主張が示されるということをこれから、説明します。実際に、I が、ラムダマイナス1の時ですね。この時、B は R1 ですけれども、B は、ファイのラムダマイナス1乗となっております。まあ先ほどのこの主張を認めますと、まあ、こういう性質が成り立っていると。で、この時に、この不等式の両辺の対数を、不等式の両辺の対数を取りますと、左辺はログ B ですね。それから右辺は、ラムダマイナス1かけるログのファイということになりまして、で、ここからそのラムダマイナス1が、ログファイ分のログ B で、上から抑えられると。で、このマイナス1を移行して、ラムダはログ5分のログ B プラス1で上から抑えられるということが示されます。で、そこで、ということですので、最終的に我々が示したいのは、この R の、ラムダマイナス I が φ の I 乗以上に常になっているということを、その機能法を使って、示します。で、まず、I が0に等しいときですけれども、この R のラムダ、これ、剰余ですね。剰余は、0でない剰余は1以上ですので、1以上ですので、これはφ の0乗に等しいということはまず言えるわけですね。これで I が1のときの、I が0のときの主張が示されます。で、次に I が1のときなんですが、I が1のときはラムダの、R のラムダマイナス1ですね。R のラムダマイナス1なんですけれども、これは、そのユークリッドの誤助法で求めた剰余のラムダマイナス1番目の数で、それっていうのはラムダ番目の剰余ですね。R のラムダプラス1以上っていうのが常に成り立っております。ですので、まずこういう代償関係になっちゃっていると。で、I は0の時からの仮定から R ラムダプラス、事実からですね、R のラムダプラス1、R のラムダは1以上ですから、R のラムダプラス1は2以上になっている。で、2というのは、φ の1乗以上のっていう不等式にいたしますので、i が1のときにも、この性質が成り立っていることがわかります。で、まず i が0と1のときに、この不等式が成り立っているということを確かめた上で、今度はこの事実がですね、i が0から i マイナス1まで正しいと仮定します。で、そしたら i のときにですね、この φ2 乗イコール φ プラス1っていうのを使うと、次のような評価ができるんですけれども、これ r のラムダマイナス i という数は、もともとそのニュークリッドの誤助法でどのように求められたかというと、r のラムダマイナス i マイナス1のを、にですね、その Q のラムダマイナス i マイナス1をかけて、これに R のラムダマイナス i マイナス2を加えた形ですね。ちょっと分かりにくいかもしれませんが、これどういう関係式かというと、もともとラムダ、R のラムダマイナス i マイナス2を R のラムダマイナス i マイナス1で割った、小が Q のラムダマイナス i マイナス1で、乗余が R のラムダマイナス i という関係になっております。で、まあ、それをちょっと、両辺入れ替えると、項を入れ替えると、まあ、こういう形の等式が得られていると。で、ここで、この Q の、ラムダマイナス i マイナス1というのはこの小ですけれども、この小というのは1以上 の, 数ですので、そうするとこれ下から押さえることができて、この Q のところを1にした式ですね。この R のラムダマイナス i マイナス1プラス R のラムダマイナス i マイナス2以上であるということで下から押さえることができます。で、今度はこの R のラムダマイナス i マイナス1と R のラムダマイナス i マイナス2に対して機能法の仮定を用いますと、これそれぞれ φ の i マイナス1乗プラスとですね、それから φ の i マイナス2乗以上になるということがわかりますので、この φ の i マイナス1乗プラス φ の i マイナス2乗で下から押されることになります。で、この φ の i マイナス1乗プラス φ の i マイナス2乗なんですが、φ i マイナス2乗でくくりますと、これが φ マイナス i マイナス2乗かける1プラス φ というふうに表されるんですけれども、
このファイという数ですね、この1プラスファイの部分というのは実はこの関係がありますから、1プラスファイはファイ2乗で置き換えることができます。で、これで置き換えると。そうすると、この部分がですね、ちょうどファイの i 乗になりまして、ラムダイコール i の時にも、この主張が正しいということが示されます。ということで、その、ユークリッドの5乗法に出てくるその乗与の、まあ、長さといいますか個数がですね、このような形で抑えられるということが分かります。それからと尾行なんですけれども、K を対とするときですね、先ほどは、整数間でのユークリッドの誤助法を念頭に置いたんですが、まあ、K を対とするときに、この K 乗の1整数の多項式間ですね、KX というのは、ユークリッド関数 D をですね、その、多項式の次数で定めますと、これはユークリッド整域になりまして、そのユークリッドの誤助法が使えるという点に注意してください。ですので、まあ、多項式、一変数多項式ですね、一変数多項式についても、ユークリッドの誤助法が使えるという例となっております。ただし、この場合は、係数がですね、対である、例えば有理数とか実数のような対である点に注意してください。係数が整数間ですと、そのままの演算では、必ずしも、ユークリッドの誤助法がきちんと成り立つとは限らなくって、もうちょっといろいろな工夫が必要になります。そして、ユークリッドの誤助法のアルゴリズムを一応こちらに示しておきます。入力としましては、まず、R の元 F と G ですね。それから、出力としましては、F と G の GCU であるような R の元 D を出力する形になっております。一応その処理ですけれども、ざっと見てみますと、まず最初のステップで、R の0に F を代入し、R の1に G を代入して、まあ、I に1を代入しております。で、2番目のステップは、while という繰り返しループを使っておりまして、これ R の I が0でない限り、処理を続けなさいというんですけれども、R の I が0でなければ、次のステップを告げてですね、一つは R の i-1 を R の i で割って、その小を Q の i、乗与を R の i プラス1にしなさいと。でそして、i、インデックス i を1増やしなさいと。でこの処理を R の i が0になるまで繰り返します。で、R の i が0になったところで、この、2ステップ目のファイルのループを抜けて、その時に R の i が0の時は R の i-1 がこの求めるべき GCD ですので、これを D に代入して、D を介してアルゴリズムを終了するという流れになっております。一応皆さんが知ってるであろう、ユークリッドの誤助法とですね、ちょっと対応付けて、確認してみてください。ここまでよろしいでしょうか。